藤井聡太と豊島将之、将棋界における影響力の比較将棋界で最も注目を集めているプレイヤー藤井聡太。彼の活躍は将棋ファンだけでなく一般の人々からも注目を浴びています。一方で同じく将棋界で活躍している豊島将之、彼もまた将棋ファンから大きな支持を得ています。ここでは藤井聡太と豊島将之の比較をして彼らが将棋界に与える影響力について考えてみましょう。まず藤井聡太と豊島将之のプレースタイルについて比較してみましょう。藤井聡太は非常に攻撃的なプレースタイルで相手のミスを突くことが得意です。一方で豊島将之は堅実なプレースタイルで相手のミスを誘い出すことが得意です。つまり藤井聡太は攻め、豊島将之は守りのプレイヤーと言えるでしょう。次に藤井聡太と豊島将之の人気について比較してみましょう。藤井聡太は若さと実力を兼ね備えたプレイヤーとして若い世代からの支持を集めています。また彼の活躍は将棋界に新しい風を吹き込んでいます。一方で豊島将之は長年にわたって将棋界で活躍してきたベテランプレイヤーとして多くのファンを獲得しています。また彼の堅実なプレースタイルは多くの将棋ファンから支持されています。最後に藤井聡太と豊島将之の将棋界に与える影響力について考えてみましょう。藤井聡太の活躍は将棋界に新しい風を吹き込んでいます。彼が若い世代からの支持を集めていることは将棋界の将来を担う若手プレイヤーたちにとって大きな刺激となっています。一方で豊島将之の堅実なプレースタイルは将棋界において守りの大切さを再認識させています。彼の活躍は将棋界において守りの重要性を再び注目させることにつながっているでしょう。藤井聡太と豊島将之、将棋界における影響力の比較をしてみました。彼らはそれぞれのプレースタイルや人気によって将棋界に大きな影響を与えています。将棋ファンであれば彼らの活躍に注目し将棋界における新たな動きに期待しましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。